最近あのー、見つけた雑魚ユーモアなんだけどさまるまると愉快な仲間たちって相当雑魚いよなユーモアとしてああ相当雑魚いかも<ー>それ雑魚いよなこれ言ってるやつ <laughs> 俺相当雑魚いなって思っちゃうねまあでもなんか VTuber のなんかゲームの大会のチーム名とかでありそうだなうわーありそうだね しかもそれ言ってるやつはさ、ね、俺面白いこと言いましたよって顔をみんなしてんだよね。ザコイ。ザコイ。ザコです。ザコユーモアザコユーモアだね、これ。<laughs> 俺ザコユーモアスタンプ持ってるから、これ。押すわ。認定。<laughs> お前そんなスタンプ持ってんのかい。自分の黒歴史を思い出す。え、言ったことあるあこういうザコユーモアはね、使ってしまった場合はね、うん、あの別に。 はじることはないんですけども、あ、次から気をつけようって言う、ね。気をつけるぐらいでいい。うねうん、あともう一個雑魚ユーモア見つけたんだけどさ。<laughs> なんか、明らかにありえないことを言った後さ、うん、ほにゃららほにゃららって昔おばあちゃんが言ってたっていうやつ。<laughs> 安直におばあちゃん出す人。<laughs> これ雑魚ユーモアですねどんどんリスナーさんたちの首が絞められていきます。これは使ってた人もいるのではないでしょうかこれは。これ雑魚ユーモアです。ああ、これ雑魚ユーモア。使わない方がいい。使わない方がいい。でも使ったことがあるからといって別に悩まなくてもいい。次は気をつけよう。ね。うん。れは雑魚ユーモアだな。力入れんなよ。雑魚って。 あこれ雑魚ユーモアだってなるにはどうしたらいいのんそうお前が認定をした場合のみ雑魚ユーモア。うん、えそうや。うん、<laughs> お前めちゃくちゃじゃんこいつ。はい。<laughs> <ー>なんで<う>、うん、これってもしかして雑魚ユーモアですかみたいなやつは随時募集します。でも雑魚ユーモアをこう一つ一つ潰していけば、うん、ちょっとずつ会話の質が上がっていくってこと まあ、そんな会話の質が上がるっていうパターンもありますし、うん、その、一つも面白いことを言わない人になるパターンもあります。<laughs> はい。<あ>どっちなんで。あ、なるほどね。<laughs> 手札が全て雑魚ユーモアだった人は <laughs>。<laughs> うん、というか、うん、雑魚ユーモア、これも雑魚ユーモアなんじゃないか、これも雑魚ユーモアなんじゃないかという、うんうん、雑魚ユーモア暗記になって、うん、で、やっぱ、 どんどん喋りづらくなってしまい、うん、もう僕はユーモアを喋ろうと思うのはやめよう <laughs> まあそこまでなっちゃう方もまあいらっしゃいますなるほどね、はい、飲み会の時今釣ってきてるんだよきっととか <laughs> ああいいね <laughs> ああいいザコユーモアこれザコユーモアですねうんう里もね言ってましたビールがの提供遅いと <laughs>、うん、麦から取りに行ってはるんやろかって言いますザコユーモアやってんだザコユーモアだ,だけど そこぐらいまでいくとねアレンジもちゃんと効いてていいですけどね、うん、ああなるほどねーんあーなんかつり蘇生遅いなバナー作ってはるんやろうかサンコユーモアなのこれね <laughs> これガチユーモアじゃないなんかね <laughs> おばあちゃん関連で中学の時に帰る言い訳として錆びたおばあちゃんに油差しに帰らなあかんって言って帰ってました あの時の私はザコユーモアですか <laughs> それは何だ何 <laughs> <laughs> だよ、それは。知らねえなあ、これ知らないやり口。ザコユーモアって、うわ結構みんな安直にそれ言っちゃうよねっていう競技だから。<laughs> あなたしか言ってない独自の変なやつは発表してこなくて OK です。<laughs> 厳しい。<laughs> それあなたしか言ってないのなん,なんか厳しいんだけど。うん 滑った時に556刺しすぎちゃったっていうのは雑魚ユーモアですか。ああ。まあ、雑魚ユーモアってほどではないですね、まだ。ああ、かったですね。あまあ、そのリカバリー方、滑った後のリカバリー方法って、うん、まあ結構あって、うん、でそれは、あの基本、私は不問にしてる滑った後の処理って。うん、ああ、それは不問なんだ。<laughs> そう。だって、滑った後の処理ってさ、うん、基本何言っても割と成功するし。ああ、まあ確かにね。 あれみんな何今日、静かだねみたいなさ、やつ。このシンプルでもいい <laughs> 基本なんか、うまくいくんだよ。<laughs> うん、滑った。だから、こういう時は雑魚ユーモになりづらい。ごめんなさいね、僕が定めた。基準があるので。<laughs> なんか、お笑い勉強会なのこれ。杉内俊也多分雑魚ユーモああ、そうね。杉内俊也とか、うん、<laughs> 杉健心とかは、もう相当雑魚ユーモよ。うん <laughs> だからあのー、早すぎ早すぎ早すぎ剣心っ,ってあっ、の、て、ー、インディアンスのキムじゃないなタ田チがさああこれを m 1決勝に持ってっててさ <coughs> ああうわ一番最初に仲間にしたポケモン一番最後のボスまで連れてく人やんと思った <laughs> <laughs> あれはちょっと感動しちゃったあもうそこまでいくと逆に評価したそうそうそう,そうだって決勝まで行ってんだ 確かにね。文面でボケた時にカッコハテナつけてくるとかとか。ああ、まあね。YouTube の編集とかにもあるよね。うん、ああ、YouTube でめっちゃあるね。ちょっとなんか、そうだな。うんうん、でも、もう一声って感じだから、うん、ちょっと朱肉薄めにつけとこう。<laughs> そスタンプ持ってるのはいいのよ、別にな。雑魚油門スタンプはいいんだって。<laughs> 矢印多いとか、 当時から何やってたんだろうお宅の口調をザコユーモアとするのはね、うん、全然違うんですよ。あそうなんだ。おクはまた別の文化だからね。まあそっかそっか。っかあと正解は越後製菓はもうさすがにザコユーモア <laughs> がな。ユーーうーん無理だよく合ってたね。タカシヒデキがザコユーモアっつったな、今 <laughs>。<laughs> イチゴ成果身内のりで使っっちゃってたうんやっぱ使っちゃうで身内乗りでうん悪だと言ってないんですよそれを身内で楽しく使うんですよやっぱりはいザ、は、コ、い、いユーモアというのはうんいや別にそれはいいんだそうそれはいいただ雑魚いよという雑魚いことだけ知っといてねっていう、ね、あそうそうね芸能人下の名前で呼んで友達顔をや,やってしまっている ああ、はいはいはい。ああ、いいとこつくね。ザコ<ー> <laughs> ユーモア。ああ、うん。これ、まあそうね、ザコユーモアの類だね。いや、いいね。素晴らしいな。<laughs> てかこれ、まあ俺もたまにやっちゃうやつなんだけど、ザコユーモアなんですけど、うん、その、すげえいい、有名な監督の映画とか見て、うん、いや、この人、すごいわ。これから、 どんどん伸びるわ。もう伸びきってんのに。言っちゃうやつとかね。<laughs> はいはいはい、ああ。これは比較的雑魚ユーモアの類でしょうね。はいはいはい。うん、手軽だからなぜなら。確かにね、雑魚ユーモアの特徴って手軽なんだ。<laughs> <laughs> とにかく。まだまだ伸びるわみたいに言ってたの誰だっけな。それ松本人志だな、それ。 松本人志。ああ松本人志。明石家さんまが無双してて、もうまっちゃん言うことなくなったから、この人、またまた伸びるわ最後までずっと言い続けたっておなじみの。あのまっちゃん森の熊さんの替え歌も、今思えば雑魚ユーモアですかそれは、パーマ大佐の著作権侵害。 ああ雑魚ユーモアとかじゃなくああ雑魚ユーモアとかだ、うん、の <laughs> 本当の意味でのそこに出てきたた警察だっ前会った時はこんなだったのにねって手のひら超低くするのザコユーモアあーそれザコユーモアなんですけど、うん、まあ一工夫でそれまだちょっと使いますよ <laughs> あら、大きくなって。前見たときはね、こんなだったのにって言って、かなりビサ。<laughs> っていう。はいはいはい。これはまだ使いますから。うん。なるほどねあの。それやるぐらいだったら、それ、そっちやった方がいいですね。うん。今まで一度も嘘ついたことないんだよね。とか。ああ、いいね。あんたユーモアだ,だね、確かに。いや、今、今っていうね。の言われたいやつね。それ普通にただのパラドックスだからね。<laughs> だと食いワりの,、はいうん、のパラドックスだからひと食いワりのパラドックスり、うん、えお前何座右の目ボソッと支えて <laughs> いやいやお前ちょっとしたいや俺どんな座右の目 <laughs> なんかボソッと支えて座右の目から俺面接で座右の目教えてくださいって言われて <laughs> あっ食いわりのパラドックスですって言わねえだろ絶対 <laughs> いやまあそれにしてもねやっぱパーマ大佐アイドル鳥越と結婚おめでとうまあ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 いやそんな本当ねそれだけは言っときたいや本当ねってことにはなんないけど悪いけどおめでとうザコユーモアって結構なんか無限に出てきそうだなそうねただあのうん君たちに気をつけてほしいのはザコユーモアを うん、探そう探そうとするあまり、うん、自分がメインで使ってる本ユーモアすらもけなして、うんうん、ただ尖ったやつになっちゃうのは気をつけて <laughs> その可能性からき決めてるからこれ危ないんだこれうん自分の本当の笑いも見失っちゃう可能性もあるからこれ本当の笑いに自信が持てなくなっちゃう可能性ある、うん、そ,うそ,うそうそうそうこれも雑魚ユーモアなんじゃないかとじゃどうせこれ雑魚ユーモアなんでしょこれ該当しない可能性あるけどさうん コンビニとかで、うん、会社の人ちょっとお調子者みたいな会社の人が、うん、う俺が買ってるやつをコンビニで袋見て「うん、おありがとう」って言ってくるやつ <laughs> <laughs> あるな <laughs> そういうのこれザコユーモアでしょめっちゃそれはそうね手軽だしねザコ <laughs>、うん、ユーモアの特徴まさにそれで、うん それ言っといたら確定でワンコンボみたいな。<laughs> <laughs> ワンコンボこれでその無条件で稼げますよみたいな、そういう思考なんだなるほどですね。<laughs> あと頼み事した時に、うん、それやってくれて終わった時に、ああはい、じゃあ5000円ですみたいなね。<laughs> <laughs> とかね <laughs>。年寄りじゃん。 <laughs> 全部。あ俺、ザコユーマに囲まれてんだよね、会社で。<laughs> <laughs> え、じゃあ、この話題来たとき、うん。来たと思って。え、思て、別に。<laughs> <laughs> 会議前の雑談が盛り上がったときに、そろそろ○○さんが怒るから始めようかっていうのをザコに達してるあ<ー>あ。ああ、あるね、うそういうのね。そこまでいくとなんか会社あるあるっすもう,もうね、確かに。うん、会社あるあるって、で 雑魚今来るっっちょっともったいないんだよなすいません、ちょっと、レギュレーションが細かくて。いうのを雑魚ですかいや、それはもう可愛いだろ、<ー>普通に。可愛い,いだろ。<laughs> それなくなったら駄菓子屋じゃねえだろ。<laughs> それ含めて駄菓子だろ。<laughs> いや、駄菓子じゃないよ。それなくなったら駄菓子味しねえだろ。<laughs> いや、味するよ、全然。<laughs> 駄菓子屋ってマジどうやって運営してんだよ。あれ本当だよな。 反社が関わってるとしか思えないハハ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 これ前職でさ山奥でさ仕事してたけどさはいはいやっぱり超田舎だったからさあんだよ駄菓子みたいな売ってるところがはいはいはいなんかガソリンスタンドと併設してるみたいなさガソリンスタンドやりつつ、えー、お家族経営でやりつつそういうお菓子とかも米とかはい、はい、そういう商店みたいなのもやってるみたいな、うん で、もうめっちゃおばあちゃんなんそれがうんでよくおかしかったんだけどさなんかう、うん、おおしるこいいよ持ってってってえ<お>これサービスであげるよって言われてはいはいで持ってって先輩と一緒に飲んだら<お>めっちゃ酸っぱくてあれ <laughs> あの缶の裏見たら1年たってた <laughs> 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 やばくない <laughs> え 悪いばあちゃんも悪いちゃんもいるんだって思うお前視界グニャーって曲がって <laughs> <laughs> お味はどうだって <laughs> 言ってた言ってねえよ <laughs> 言ってねえよ <laughs> <laughs> えでそれでお前さ目が覚めたらさ、うん、見知らぬ民家の中でさ暗い部屋でささすがにそのおばあちゃんに向かって 俺昔、相撲やってたんで、マジで強いっすよってい。いや、それジャンボだろ、お前な。<laughs> <laughs> それジャンボ高尾ね。あ、これジャンボ高尾、ね、水曜日のダウンタウンで。<laughs> <laughs> あれ、なんだよな。<laughs> そうはなんねえだろ、お前。<laughs> ニカモの日常スタンプ、買いたいです。売ってください。売ってください。私、私目に売ってください。私目に。私なんかに私。ニカモ,ニカモ ももったいないなですけれども <laughs> 私なんかが買えるかは分かりませんけど。<laughs>